それでは次はウィンターローズで、この曲はラジオの放送でもその由来を話しましたけれども、ウィーンに住んでいました時にマイナス20度ぐらい の寒くて冷たい中を川沿いに散歩していました時に、たった一輪だけバラが、素晴らしいバラが、それは薄いピンクのバラで、本当に一輪だけその中で咲き誇っていて、それに感動して、このバラはどういう人生ではなくて、バラの人生を過ごしてきてここまで強くなったのかということを考えながら、自分と重ね合わせてウィンターローズ、冬のバラを作りました。それではウィンターローズ。Rose.